どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録者数が4000万人ありがとうございます。チャンネル登録者数が4000人を突破しまして、すごく嬉しく、とてもありがたく思います。本当にありがとうございます。そう、ドラちゃんのプレゼント断捨離も近づいております。ドラちゃんはチャンネル登録者数が1万人いた時にプレゼント断捨離させていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。あと他にもですね、こういったクラッチバッグですとか、あと 4K アクションカムなんかもですね、プレゼント断捨離として用意してありますので、まあプレゼントでチャンネル登録者数を釣るわけではないんですけども、チャンネル登録をしていただいた方に、まあ感謝を込めて、プレゼント断捨離をさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。と、まあこんな感じで僕は普段通りに喋っているわけなんですけども、実はですね、今日僕はやる気が出ません。キュウキのニャンコさんもやる気が出ないっていう風に言ってるわけですから、まあそんな日があってもいいかななんていう風に僕自身思ってるわけなんですけども、キュウキのニャンコさんからですね、ショッピンさんはどうやってやる気を出してますかっていう風に今質問されたので、まあ今回はちょっとメンタルトレーニングと絡めて、やる気の出し方じゃなくて、やる気が出ない時の対処法をちょっとシェアしたいなという風に思います。まずはやる気が出ない理由をこのメンタルノートでちょっと書いてみてください。昨日彼女に振られたから、さっき彼氏と LINE で喧嘩したから、上司に怒られたからとか、ちょっとお腹が痛いとか、まあいろいろあると思うんで、まあそういうのをですね、全部書いてみてください。ただただやる気が起きない、それだけみたいな、そういったのも全然あると思います。もう本当に体が重いんですってなった場合は、もう窓をですね、バーンって開けて新しい空気を吸って、でそして外に出て日の光を浴びるっていうことをぜひやってみてください。で次は自分じゃなくて、その目の前にあるそのやりたいこと、やらなきゃいけないこと、やるべきことを見つめるっていう作業なんですけど、チクセントミハイさんっていう人が提唱しているフロー理論っていうのがあるんですけど、まあ聞いたことある方はいらっしゃると思うんですけど、あのスキルとチャレンジ、これのバランスがちょうどいい時に、人はやる気が起きると、すごく集中できると、そういう図があるんですけども、例えば 500ml ペットボトルのまだ開けてないコーラを今から1時間かけて飲みなさいって言われたら、まあ、あなたからしたら、まあ、余裕かなというふうに思います。ちょっとあのコーラ苦手ですとか、そういう話はちょっと横に置いておいてください。じゃあ同じようにですね、 500ml のペットボトル、まだ開けてないコーラを10秒で飲んでくださいって言われたら、あなたはどう思いますか？1時間に比べたらチャレンジがめちゃくちゃ上がるわけです。で結局ですね、その退屈に入るのかストレスになるのか、どっちかに入ってしまうと人はやる気をなくします。そうなので、日頃からやっている家事なんかですと、もう慣れてしまっているので、もうチャレンジの部分がもう極端に低いんです。なので退屈のゾーンに入ってしまうので、じゃあ今から家事をやらなきゃいけないんだけど、もう退屈すぎてやるモチベーションが上がらないとか、あとはちょっと今から会議で資料を作らなきゃいけないんだけど、30分以内に2000ページのパワポを作らなきゃいけないみたいな、そういうタスクを振られた時に、もう一瞬でキャパオーバーして、もうストレスパーみたいになって、もう一切やる気が起きなくなっちゃったりとか、まあそういう風になっちゃったりするわけです。なのであなたが今やろうとしていること、もしくは今日やるべきタスクを書き出していって、その右側にですね、それは自分にとって退屈なのか、それともチャレンジが高すぎてストレスになっているのかっていうのをちょっと書き出してみてください。でここまで書いたら次3つ目です。まあ自分の状態と目の前にあるタスクをこう照らし合わせた時に、自分の今の状態にとってこのタスクをそのフロー状態に持っていくためにはっていうのをちょっと考えてみてください。ペットボトル 500ml のコーラを飲むっていう、まあ、タスクがあったとして、1時間かけて飲むんだったら、まあ、退屈だと、10秒で飲めって言われるとちょっとストレスだと、じゃあ20分だったらいけんじゃないかとか、そういう風にですね、自分の今の状態とそのタスクのそのチャレンジ度合いをですね、ちょっと変えてみるっていうことをやってみてください。例えば断捨離の話で言うと、今から1時間後には家を出て仕事に行かなきゃいけないと、でも断捨離をしなきゃいけないってなった時に、これぐらいの量を断捨離する、もしくは今日はここだけ断捨離するって決めれば、ストレスもないし、ストレスでもないし、退屈でもないから、まあ、できるよねっていうふうに考えたりとか、そういった感じでですね、自分でタスクのレベルをちょっと
調整するっていう。はい、ということでいかがだったでしょうか。もしですねこの動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたってことでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。今回ですね僕が偉そうに、天空から目線で喋っていったら大変申し訳ございませんでした。本当に興味がある方だけ、参考にしていただければなというふうに思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。